皆さんこんにちは。この動画ではスコアアップを目指すゴルファー、特に100切りを目指しているゴルファーのためのガーミン製品の活用方法についてレッスンを交えて紹介していきます。進行を務めます中島美玲香です。プロゴルファーの小暮です。ガーミンジャパンの酒井です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この動画ではガーミンのゴルフアプリを使ってスコアアップのための自己分析の仕方を学んでいきたいと思います。今回の動画テーマはドライバーのスタッツの把握です。早速ですが小暮プロ、はい、ドライバーのスタッツの把握について教えてください、はい、やはりこうドライバーがどのくらい飛ぶかということは、はい、プレーをする上で非常に重要となります、うん、何ヤード飛ぶのかということと同時に、はい、まあ、ほとんどの方が、うんうん、ドライバーの飛距離を聞くとですね、こう270ヤード飛ぶとか280ヤード飛ぶってよくそう答えられる方が多くて、まあそれって結構最大飛距離だったりするわけですね。でガーミンのアプリを使うと、まあ最大飛距離や平均飛距離が分かるので、まその話をちょっとお願いします。お願いします。ガーミンのゴルフアプリを使っていただきますと、まずですね、パフォーマンスの統計というデータの中にショットの概要というのがあります、はい、でそこにはあのドライブと言いまして、うん、まあ、例えばあのティーショットで、まあ、ドライバーを打ったり、例えば、3番ウッドであったりとか、はいはいはい、そういった選択肢もあると思うんですけども、その全ての、クラブでどのようにショットがばらついているのかというのが確認できます。クラブに関しては選択ができるので、あのドライバーだけを、相当することもできますし、はい、全てのクラブっていうふうに、まあ、全部のティーショットを選択することもできます。例えば今回、全部のまずクラブで、はい、例えばフェアウェイ 37%、はい、で左に 32%、右に 32%、 一番距離が出ているドライブショットが298ヤード、平均が262というものが、このショットのばらつきとともに、はい、あの平均飛距離と最大飛距離というものを把握することができます。はい、これって今見るとフェアウェイが37で、はい、まあ、残りの 63% がこう右や左に外しているということなんですけど、うん、まあ、この状態を見るとやはり場合によっては右に多くミスしているとか左に多くミスしているということが分かるので、うん、これによってマネージメントの仕方も変わってきますね。そうですね、あの右に外しやすいとか、うん、左に外しやすいとか、うん、あのプレイヤーの傾向を知ることで、はい、あのどっち向けに狙った方が確率が高くフェアウェイに残すことができるのかというのも、うん、考えることができるかなと思います。例えばこの数値を見てですね、はい、中島さん、はい、最大飛距離とそして平均飛距離が分かると思うんですが、うん、はい、最大飛距離と平均飛距離の差が激しい人というのは、うん、実はティーショットでラフに入っている確率が高いんですよ。結構はい、ここ行かないですもんね。そう、ラフに入るということはランが出ない、うん、ランが出ないということは平均飛距離が落ちる、はい、そしてフェアウェイを捉えたショットだけが一番飛んでるということなので、つまりその誤差が多い人ほどフェアウェイを捉えるための練習が必要です、うん、そうですね、ちゃんとフェアウェイに行けばちゃんとランして遠くまで行ってくれますからね。また最大飛距離と平均飛距離が変わらない方、はい、うんうんうん、これは最大飛距離を伸ばすための練習が必要となります。うん、飛距離アップですね、はい、ここは。なので今回は特別に、うん、はい、特別にラフに入れない、はい、かつ最大飛距離を伸ばす方法を伝えたいと思います。これ一番いいんじゃないですか。一番いいところおすすめなんですよ。ですよね、はい、うん、そういったレッスンを今日はしてください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フェアウェイをキープしながら最大飛距離を伸ばす方法を説明したいと思います。はい、お願いします。通常最大飛距離というと早く振ることを意識する方が多いと思います。うん、そうですね。つまりヘッドスピードを上げることによって最大飛距離を伸ばそうとする考えです、はい、しかし早く振れば振るほどミート率が下がってしまう傾向にあるので、うんうん、今回はヘッドスピードを上げないで、うん、ミート率を向上させて平均飛距離を伸ばす、最大飛距離を伸ばすという方向を説明したいと思います。ミスが少なくなりますね。ミスが少なくなる、はい、そういう意味ではドライバーショットで重要な高い打ち出し角とロースピン、うんうん、はい、高い打ち出し角とロースピ ン、はい、この2つを得るためのアドレスの変化を伝えたいと思います、はい、お重要なポイントは3つあります、はい、
一つは、うん、ボールポジションを通常の左かかと線上よりも少し左に移動してください。結構左に置くっていうことですか？そうです。かなり見ていただいて、通常のボールポジションが左かかと線上だとしたら、はい、これを親指の位置よりもボール1個左に置いてください。かなり外に置きますね、うん、でそして次には左手を一直線上に構え、その分右手を下から握っていきます。どうですか？下から握る。そうですね、右肩が少し下がった形になります。あ、はい、はい、結構下がってる感じです。下がった形。そしてそこから少しだけ右の腰と右の肩を後ろに引きます。右の腰と右の肩、はい、でこの状態からクラブをインサイドにしっかりと肩を回して上げていきます、はい、そしてダウンスイングではヒールダウンしてインパクト付近でアッパーに、そして少し外側に振るような形でアップアウトに振り出していって、クラブがインサイドからアッパーに当たって一回外に出るように、うんうんうん、そしてここでフェースがスクエアになるように、このイメージが重要です。はい、クラブが外側から入ってくると飛球線よりも内側に入ってくるのでスピン度が増えてしまうんですね、はい、なので低い位置からアップ、そしてアウトに振り出して、ここでターゲットにフェースが向くような形、これが重要です。はい、この3つのポイントを押さえて、はい、3つ以上言ってしまったかもしれないですが、そうですね、はい、大切なことはまずボールポジションを少し左にすること、はい、左にすること、アドレスの段階では右肩と右腰を少し後方に引くこと、そして3つ目はインパクト付近でクラブをアップアウトに振ることです。これを実践することによってヘッドスピードを向上させる必要もなく、ミート率を向上させて高い打ち出し角でロースピンのボールを打つことができます。やってみましょうか、じゃあ実際、はい、ぜひ皆さんもね、ぜひねこれ参考にしてください。はい、そうそう、で足はね少しねこうちょっと開いて、開いて、で右肩をグッと下げます、はい、グッと下げる、そう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 、そう、そういう感じで、クラブを少しインサイドこっち側に引くよ、こっち、そうそうそう、でしっかり腰を回して、そうそう、で上げて上げて上げて、そうそうそう、肩をしっかり回して、そうそう、でそこからクラブをインサイドから下ろしてきて、そう下ろしてきて、でアップアウトね、こうアップアウトにこう振り抜いていって、こういう風な形で振り抜いていって、ここに来るよ、そうそうそう、このぐらい遠くに、そうそうそう、結構こう腕を伸ばして遠くにすることも重要なんですか？重要ですね。惜しい、今少しフェースを閉じてしまったので、はい、アップアウトのところの意識がこれがこう入ってしまったんですね、うん、こうなっちゃってました。右の前に、そう、はい、その時フェースが閉じないように、はい、もう一回いってみましょう、はい、お願いします。ナイスショット、おお、おお、すごい高い弾道で綺麗に来ましたね、はい、やっとはい、ありがとうございます、はい、ヘッドスピードをそんなに上げる必要もなく、うん、高い打ち出し角でロースピンのボールを打てたと思います。はい、はい、ということで今回の動画テーマはドライバーのスタッツの把握ということで、はい、レッスンをしていただいたんですけれども、はい、私普段、はい、球筋結構斜めに上がってあんまり高く上がらないんですよ。女性の方もしかしたら多いのかな、そうですね、割とボール上がらない、上がりにくいと思います、はい、でなんか距離もそんななんですけど、はい、さっき見ていただいた通り結構こう上にこうギュインって上がって飛んだので、なんか そういう意味では私今回のレッスンすごい自分の学びになりましたし、こう習得、はい、打ち方も習得してコースに生かしていきたいなというふうに思いました、はい、そうですね、まあ、最大飛距離を伸ばすというと、はい、フレフレもっとフレっていうことになってしまうんですけど、うんうん、まあ、そうするとミート率も下がってしまって、はい、結果的にラフに入って平均飛距離が落ちてしまうと、うん、悪循環になりやすい傾向が多いです、はい、そこで今回は3つのポイント、うん、ボールの位置を少し左に置き、そしてアドレスでは右肩と右の腰を少し後ろに引いて、インパクト付近ではアップアウトに振り抜くと、うんうん、このポイントを練習していただければ
中島さんのようにこう高い打ち出し角でロースピンのボールが打てるようになりますので、はい、なんかちょっといい収穫だったなというところと、ね、やっぱり普段私打つと OB してしまって右側に行ってしまうことが多いんですよ、はい、なんか今回の打ち方をやった時に最初の2球ぐらいは左側に行っちゃったんですけど、はい、それこそ綺麗に3球目ではこうグインと上がってストンと押してくれたので、はいはい、なんかとても気分も良かったです、はい、なんかあとは今回のこのショットの概要もやっぱりこうしっかりこう自分のなんだろう、こうどっちに行っちゃうというのをしっかりこれから見て、そうですね、あのコースに生かしていきたいなという感じで、はい、思いました、はいはい、ということで皆さんもぜひこのショットの概要を見ていただいて自分のこう傾向左に行ってしまうのか右にどのくらい行ってるのかフェアウェイにどのくらい残ってるのかそれでやっぱり打ち方変わってくると思うのであのぜひコースを回るときに参考にしたらいいですよね。はいはい、まあ、打ち方が変わるということもありますし、はい、ティーグラウンドだったりとか、うんうん、狙い目が変わってくるということですね、はい、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。本日もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。